はい、始めました。キングリックス、今日はね、僕のことをいろいろ質問してもらって、いろいろみんなに知ってもらえたらなと思っています。それではよろしくお願いします。一番何でしたっけ？恋愛風景。恋愛ってなんですか？あー、じゃあそれで、はい、現代で人間で、あー、どうやろう、今日結構変わりもんって言われる。変わりもんなの？変わりもん。間違いなくタイトルです。自分の部屋。はい、データを記録しました。データを記録しました。人に対して優しいで、つわものだけが生き続ける、生き残る。下克上人生。下克上人生。飲み物。地図飲み物。映画とか見たい。何も言わず待つ。データを記録しました。データを記録しました。もしするなら、ショップ店員。取り戻る。友達に聞いてもらう。様子を見る。仕事なんですけど、あ、それです。できる限り勉強するをやりたいけど、カンニングします。データを記録しました。データを記録しました。まあ、こうは言っておきます。嫌いな食べ物ないからな。じゃあ食べます。それはうまく立ち回って、発言する。暗殺したいところですけど弱点探す。うわー、なるほど。母親と恋人。うわー、ここ究極やな。やっぱ母っすかね。だけど携帯見るやつはやっぱちょっとダメやと思ってるんで、真実を問いたす。はい、データを記録しました。データを記録しました。ちょっと色のどちらかというと、あ、ちょっと優しくないから疲れてる。気合でいく。全部無理。ご飯がない。はい、他の親戚に様子を聞くか。あ、そうです、そこ聞く。データを記録しました。データを記録しました。あー、けど遠回しに断るから。遠回しに才能で寿命を全うしたね。あー、決めて。5番やな、5番で食べる、食べちゃう。笑顔で。データを記録しました。データを記録しました。あ、じゃあ、へーって聞いたんですね。弱点とか言いながら、多分その真っ向勝負って感じちゃうから。真っ向勝負。話を聞いてあげて。話を聞いてあげて。よく言われるのは優しすぎる。優しすぎる。
あと感情がないと。めで。かっこいいアクションもので。データを記録しました。データを記録しました。はい、僕の人となりをしてもらったと思うので、ぜひ連絡の方待ってます。では、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。